こんにちは、漫画家圭介です。カメラマン、黒板もいます。こんにちは。こんにちは。そして金城さんも、はい、はい、います、中に、はい、ついに今日からマンゴーハウスアイランドバスオープンします。イエーイ。ではないですね。名護。もう名護です。あ、名護だ。名護入りました。もう11時になりましたよ。急げ急げ急げ。おお、ちょっと若干のトラブルとここへ来ての売り場作りがちょっと押しております。今雑貨コーナーいい感じ。いい感じ。実はぶっつけ本番でね、作ってますよねこれ、今日の11時から道の駅大宜味村で初出店としてオープンしました。はい。で、ご覧の通り大宜味村、名護より北の方になるので山と山に囲まれた場所にあります。自然感じる場所で気持ちよく沖縄を感じながら接客してます。イエーイ。結構開店して今2時間ほど経ったんですけど、はい、結構あのお客さんも入ってくれて、そうですね、結構いい感じですね。たまたま来た方がいたりとか。あ、そうですね。リピーターのお客さんとかもツイッター見てくれて、はい、ご来店してくれて嬉しかったですね。はい。次、裏も見てみますか。見てみましょう、はい、せっかくなんで、はいはいはい、裏もこんな感じで、はい、こっちがモーター、はい、モーターずっと稼働してます。さっきオープンした時、はい、このモーターでパソコンがつかなくて、はい、トラブルとかもあったんですけど、たまたまアグニ社長が今日来てたのでどうにかねパソコンもついたのでギリギリなんとか販売もできてます。ありがとうございます。ありがとうございました。そして海になってるんですよ。わあ、めっちゃ景色いいですよね。風が気持ちいいですね。めっちゃ吹いちゃった今。店内で接客してるからあんまり外を見ることできないんですけど、うん、いいですねこうやって外で、はい、あの今日はすごい楽しいですね、ね、いつも楽しいですけど気持ちいいです今日、はい、こんにちは、マンゴーハウス金城と徳間です。はい、で私はタラパンさんでお昼ご飯をいただきました。タラパンさんはタイ料理のお店ですね。
はい、私が食べたのはグリーンカレーで、一応国場さんにも食べながら行ってたんですけど、まあ辛かった辛そうでしたね。辛かったけど、でも超美味しかったんですよ。美味しかったですか？全然完食してあいいもの食べたぐらいで、でも一番人気はカオマンガイだそうなんですけど、ちょっとこの時は売り切れてまして、はい、食べられませんでした次回リベンジですね。次回、そうですねお店の方もすごい撮影心よく受け入れてくださって、ね、よかったです。本当にありがとうございました。私国場はハワイアンポケポケトラックサンキューさんでお昼ご飯いただきました。マンゴーハウスの目の前に泊まってて、お昼に寄ってみたいとずっと思っていましたサンキューさんは石垣県産のマグロを使ったポケボールの専門店です。私は、マグロ&サーモンのコッチュジャン味をいただきました難しいねコッチュジャン味を食べるのは私初めてだったんですけど、すごい美味しかったです。そこまで辛くなくて、私辛いのが苦手な私でも全然美味しかったです。うん、美味しそうでした福田さんのも一緒に食べた一緒に注文したハワイアンレモネードブルーのやつもすごい可愛くて美味しかったです。インスタ映えって感じだったね。あ、確かにそうですね。トラックも可愛かったですし。こんにちは。はい。すぐ隣のマンゴーハウス、隣のカフェバードンドンさんに来てます。はいはい、こんにちは、ありがとうございますせっかくだからおすすめ聞いて、はい、美味しそうなものを飲みますか。飲みますか人気なのが、はい、カフェラテのカルアミルクフレーバーが。カフェラテのカルアミルク美味しそう。これって全部ノンアルコールなんですか。そうです、フレーバーでノンアルですね。すごい、見てください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ロゴも可愛いので。可愛い、美味しそう。いただきます。やばい。味は多分カフェラテなんだけど、匂いがカルアミルク。あ、美味しい。気になる方ぜひ。ぜひ。宣伝国場です。今休憩時間でちょっと海に寄ってみたんですけど、はい、目の前の海に、あ、めちゃめちゃ涼しいやんばるの森に囲まれていい場所ですねめちゃめちゃいい場所そうですね。あ、ご覧ください、あちらにちょっと道の駅の目の前の海に来てるんですけど、マンゴーハウスのバス、こっからこの距離でもめちゃめちゃ目立ちますね。ね、目立ってるすごいすごい、わかりやすいお客さんもね、たまたまあったから来たって言ってたね。よかったですねただいま開店から、あ、もうあと1時間半で終了なんですけど、早い。割と結構お客さん来てくれましたねちなみに今更なんですけど、はいはいはい、黒馬はこの状態見るの初めてなんだよね、はい、あ、バスのですか。そうです、そうです、私は今日が初で、はい、どうだったあ、なんか思ったよりも本当にショップって感じでしたね。なんかショップの一部を切り取ってここに来たみたいな伝わりました。そういうイメージですびっくりするよね、うん、ここだけ見たらもうバスとは思えない、ショップですね。もう本当にショップです。今日は雑貨見てくれる人多くないですか。あ、確かにバッグ、マスク売れましたね。雑貨はすごいですねこれも急遽朝開店前めちゃめちゃパタパタしながらこう飾り付けしたんですけど雑貨確かに見てくれる方多いですね。でとりあえず今は声と浮いてるんですけど、今後ね、
いろいろまた改善していきながら、お値段のポップとかも作りたいですしね。ちょっと間に合わなかったですね。そうですね。まあまあでも綺麗にバッチリ飾り付けてきたんじゃないでしょうか、うん、小物類は。そっちは何か今日売れました？今日は売れました。私が覚えてる限りだとフレッシュデーゴ売れましたね。フレッシュデーゴメンズフレッシュデーゴどこ行った？ちょっと見つけられないな。あれ、レディースは紅型クイナー私売れました。あとキッズもうららかハイビー、金城さんのデザインのやつが、うららかお揃いで100センチと130センチ、はい、アイボリーお揃いで、まあ、こういう柄の、こういう柄のアイボリーですね。ビラもみんなすごい優しく受け取ってくださって、私初のビラ配りだったので、人生初のちょっと緊張したんですけど、やりました。そうそうそう。はい、ということで、はい、本日初出店終了しました、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。無事終了しましたね。無事終了しました。いろいろ駆けつけてくれて、結構あの何ですか、もともとマンゴーハウスのリピーターさんの方とか、たまたま、ね、見つけて入ってくれたりとかしていましたね。嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。初めて、あ、最初に来たお客さんも静岡からたまたま沖縄に遊びに来てたらしくて、美、ね、ら海水族館行くって予定してたらしいんですけど、タクシーもキャンセルしてこっちに来たみたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。見てるかな。ツイッターフォローしてるみたいでずっと見てるから、あ、じゃあまた更新して、ね、また沖縄来る機会あったらまたバス来てほしいですね。来てほしいですね。昨日国際通りの店舗行った方もたまたま見つけて、あ、観光客もいましたね。そうそうそう、グループ。こんだけ大きいとやっぱ目立ちますよね。みんなすぐ分かってくれて、すごい疲れたけどとっても楽しかったです。安心したね。しましたね。売れるか分からなかったけど、まあ無事にちょっとは売れましたので、ね、全然頑張りました。金城さんどうでした？あ、私は主にビラ配りとかをね、頑張ってたんですけど、皆さん受け取ってくれて嬉しかったです。あ、確かにもう優しく笑顔で受け取ってくださって本当に嬉しかった。はい、インスタのフォロワーもちょっと増えたよね。ちょっとだけ。ね、じゃあ、はい、また次回は次回次の出店場所でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。よかったら、インスタ、マンゴーハウスアイランドバスのインスタと、なんだ、YouTube、YouTube やってるので、よかったら登録とフォローお願いします。はい、それと出店先、はい、出店先探してるんですけど、もしこんな場所ありよとか、知ってる方いたらご連絡お願いします。観光バスで入れる場所です。大きいやつが。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。